東京マーケットワイド、東証アローズストックボイススタジオからお送りしています。この時間はお電話でゲストの方にお話を伺っていきます。岩井コスモ証券投資調査部長、有沢翔一さんです。有沢さん、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。マーケット日に日に、調整ムードが強くなってきているというのが現状のように感じるんですが、そうですね、アメリカ市場とそれと日本のマーケット、この2つの観点から、はい、いくつか私の方から質問させていただきたいことを考えてみたんですが、はいはい、まずアメリカで2つぐらいなんですけど、やっぱり金利動向、それから中東情勢、はい、まずその金融政策の方からお伺いしたいのですが、先週ぐらいまで、それまで高派一辺倒だった FRB が、ガラッと手のひらを返したように、このハト派的な交換発言が全部相次いだと、そういう状況の中で、10月末の FOMC を目前に控えているという状況ですが、アメリカの長期金利の上昇が今止まらない状況ですが、これはどう捉えたらよろしいでしょうか。これまず、一般的にはね、やはりアメリカの景気が堅調だということで、出てくる景気指標もことごとく強いものばかりということなんで、その辺を映しているということなんでしょうけども、あとやっぱり金利低下にかけてた向きのちょっと投げ売りみたいなものも出てるんじゃないですかね。確かにそうですよね。すぐにも、政策金利の引き上げは止まる、いつ利下げ、確かに1週間あたり 前はね、明らかに長期金利、もう2年ものは完全に下降トレンドに入ってたし、長期金利もどうやらピークアウトだねみたいな雰囲気ありましたんでね、ちょっとここのところは裏切られたみたいなところがあるんで、なるほど、そこでちょっとこうポジションを、畳んだ向きのね、売りが出てるっていうのはあると思うんですけども、今もう世界中が、日本も私たちも、それからアメリカのトップファンドマネージャーもみんな同じものを見て動いてると、そうですね、いうことをよく感じること多いんですけどね。それでやっぱりちょっと正直言って私なんかも見方誤ってましたけども、まさかここで金利が上昇するとはっていうのはありますよね。はい、これはなかなかどこまで上昇するか、どこでのピークを迎えるかっていうのは、もうこうなってくると予想するのが難しくなってきてはおりますが、ただやっぱり 5% っていうのは一つの節目だと思うんですけどね。もうどうですか、年内の利上げあるなし、やっぱりまだなしの方で、読んでも良さそうですし、何よりもそのFRB の姿勢明らかに変わってますからね。で、皮肉なもんですよね、変わった途端に長期金利上昇しだすっていうのも、確かにおそらくその利下げのペースっていうのはもう想像しているよりもゆっくりになると思うんですよね、場合によっては来年あるなしぐらいのものになるかもしれないんですけども、しかしもう政策金利はもうほぼこう上限が見えてきたという感じですし、アメリカの景気にしてもね、ここから強くなるっていうことはちょっと考えにくいと思うんですよね。そうですね、リセッションっていうのがつい先日まで声高に心配されていたという状況でしたが、どうやら今のペースでいくとリセッションは免れそうだっていう感じですけども、にしてもこれからどんどん強くなるっていうのはちょっと考えにくいと思うんでね、やっぱりちょっともう金利はいいとこ来てるんじゃないかなと思いますけどね。そしてその先行きの見通しをより難しくしてまっているのが、この10日間の中東情勢の緊迫化というのが、そうですね、これまた明確に将来を展望するというのは、世界中誰も手が届かない話題になってしまっていますが、バイデン大統領が急遽イスラエルを訪問して、打開策を探ったということになるのかもしれませんが、このあとどういう最悪の事態、あるいは最善のケース、どういうことを投資家としては、念頭に置いておいたらよろしいでしょうか。やっぱり楽観的なケースとしては、もうイスラエルがほどほどのところでやめるっていうことだと思うんですよね。やっぱりボールはイスラエルの手にあって、イスラエルがボール投げ続ける限りはこれ続くと思うんですけども、
やっぱり、まあ、ほどほどのところで、まあ、あのいい加減のところでやめとけよというようなことはおそらくバイデンさんも言ってると思うんですよね、はい、で全面的な支援を打ち出す代わりにもうちょっとそんなあんまりひどいことはやめとけどほどほどのところで手を打ちなさいよっていうことかなと思うんで、まあそれでまあほどほどのところだってねもうこれまで相当やってますからね、これ。そうですね。でまあ、少しあの長い目で見るとこれ仮にあのハマスを壊滅したところでまた新しいグループが出てくるわけですからね、まあ、それが事態 の混乱の完全な終結にはならないわけですから、はい、まあ、その辺のところを考えてっていうことで、まあ、これから穏やかな結果が早期に出てくるっていうのが一番楽観的なシナリオだと思うんですけども、そうですね、最終的な解決などこの人類最古の一番複雑な地政学的リスクに誰も答えを持っていないというところが今そうですよね。そしてその、バイデンさんにしても、うん、結構早い時期にあのイスラエルに飛んでくれたっていうのはいいことだとは思うんですけども、そのアラブ側との会談できなかったっていうんでね、うんうんうん、これじゃほとんど意味ないような気もするんですよね、うん、そうですね、まあ、こう戦火が拡大せずに、まあ、なんとか最悪を回避する形で踏みとどまるというのが、うん、むしろ最善なのかもしれませんね。そうですね。で、まあ、あの楽観的なシナリオとしてはそのイスラエルが早々にこう、矛を収めにかかるというところなんですけども、はい、逆にそこでまたね、ハマスあるいは他の勢力、モスボラとかね、はい、そうしたものがまた余計なことをしてしまうっていうのはこれ最悪のシナリオに近いでしょうね。うん、まさにそうですね、アフガニスタンもそうでしたし、うん、まあ、ナイジェリアでもアフリカでも、まあ、常にそうでしたが、その火種は常にくすぶり続ける。そうなんですよ、うん、でそのヒズボラなんかはまあ比較的認知度高いですけども、おそらく私たちが全く気がついていない火種って結構あちこちにあると思うんですよね、うん、はい、だから収まりかけたところでまた何かが起こったりすると具合悪いですし、うん、もっとこう話が大きくなってしまったりするとね、うん、今のところ比較的、原油相場落ち着いた動きになってるんですけども、またそういったものが跳ね上がり出すっていうようなこと、まあ、この辺はやっぱり金融市場にとっては結構心配なことではありますね。そうですね。話を日本に今度は、はい、移してみて、まあ、どうしても海外市場に海外マーケットに振られやすい試合にまたなってしまってますが、うん、このあたり、まあ、特に今では半導体関連ということなんでございますが、はい、まだ当分この試合は続くと考えておいたがよろしいですか。やはりその世界の景気敏感株って言われた側面はまた今出てきていると思うんですよね、はい、でやっぱりその、機械だとか半導体、まあ、その辺は当然世界景気の影響を受けますし、それとやっぱりこれまで日本株あるいは日本の企業の業績見る上で明るい材料だったのが円安だと思うんですけども、うんうん、はい、これ円安効果を受けるのはもう輸出型の企業なんでね、うん、世界景気がこう減退後退するということになると、ちょっとその円安効果もあんまり当てにできないというような話になってくるんで、まあ、ここまで世界が混沌として、まあ、地政学的リスクが高まって、うん、世界経済も不安定になってくるとなると、はい、逆にこの日本株日本経済の優位性のようなものが世界経済に非常に敏感であるというのも一方でありますが、他方では、はい、あんまりこれまで世界経済の主役になりきれていなかったというところもありますね、うん、日本の優位性なんてものが海外からはその投資先として見直されるということはここでは ないでしょうか。いや、可能性はありだと思いますよ。日本の国内で進んでいる構造変化っていうんですかね、うん、デフレからインフレっていう流れは変わりないですし、それと、まあ、岸田さんいろいろ訴えてますよね、はい、これから日本株日本の株式市場変わるんだと、
資産所得倍増だなんておっしゃってます。まあ、それがどれだけ海外の投資家に響いてるのかわからないですけども、うんうんうん、まあ、今やっぱり確実に、日本の企業の、企業統治に対する姿勢っていうのは変わってますし、はい、株主還元の強化とかそういうのありますんでね。だそちらの方は別にその、こういった地政学リスクが高まっても、変わることはないと思うんで、まあ、そこはしっかり頼りにしていっていいんじゃないかなと思いますけどね。もし海外旅行に行くとするともうヨーロッパも危険だし、はい、アメリカも物価が高いし、やっぱり日本を訪れようという、うん、まあ、海外からのお客さんすごく多くなってきてますね。あ、もうこれは確実に増えていくと思いますよ。うん、まあ、コロナ以前からもその観光立国、観光価値の高い国として日本は結構評価高かったですから、はい、まあ、その流れはますますこれで、加速する可能性ありますし、特にアジアの人たちからするとアメリカやヨーロッパに行くよりもはるかに、費用的にも安いし、やっぱり行き先としては人気になると思いますけどね。まあ、もし日経平均、まあ、10月相場11月12月ぐらいまでを想定して、まあ、上下かなり荒い激しい動きになるかもしれませんが、その場合物色動向として、まあ、そのここは狙っておいた方が良いというふうに考えられるセクターないし、まあ、個別の企業でも結構ですがございますか。まず一つね、明るい話題としてはこれだけ外部環境に不透明感強まってますけども、来週あたりからは決算発表出てきますので ね、そうですね、はい、うん、もうちょっとマクロ面見ないで、うん、企業の個別業績っていうミクロ面の材料、うん、これ手がかりにできるっていうのはすごくラッキーだと思いますよ。うん、で、まあ、例えば製造業でいうと挽回生産×円安効果、はい、この辺ありますし、それからやっぱ内需型の企業も結構業績いいですよね。そうですね、うん、値上げ効果、うん、人流回復あるいはインバウンドの回復、まあ、こういったものを手がかりにした内需株っていうのは今比較的安心感のある投資対象として注目できるんじゃないでしょうかね。なるほど。やはり来週、まあ、今週金曜日東京製鉄から3月決算企業を本格化してまいりますが、うん、このあたりポイントになりそうですね。そう、はい、それともっと言えることは、内需型のね、消費関連の企業、うんうん、2月決算多いんですよ。はい、でもすでに上半期の決算発表終わってるんですよね。うんうん、そこで好業績が確認できたものがね結構売られてるんですよね。あ、なるほど。こんなで、うん、高決算出してるのに材料出尽くしとか言ってね、うん、で、まあ、あとこの地合いで、まあ、そういったものはもう好業績確認できてるんですからね。それは狙い目となりそうですね。狙い目だと思いますよ。はい、有沢さん今日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。